あいにくの雨の中、丸山知事を乗せた奥出雲おろち号は雲南市の木付駅を地元の保育所の園児に見送られて出発しました。丸山知事のおろち号乗車は初めてで、紅葉が始まった中国山地を三段式スイッチバックでゆっくり登る列車の窓から、秋などの観光シーズンには多くの客を集める木付線やその沿線の観光資源としての価値を確認しました。JR の地方路線をどういうふうに生かして、どういうふうに維持していくかということは、これは島根県にとっても広島県にとっても共通の課題でありますので、そういったところを一緒に連携して取り組んでいくと。知事は奥出雲町にあるキノコ栽培会社の工場を視察した後、再び木付線に乗り、車内で広島県の湯崎秀彦知事と合流しました。2人の知事は木付線と広島県側の芸備線の活性化について意見を交わしたということです。